はい、元国会議員 YouTuber が NHK をぶっ壊すということで、令和元年の12月25日20時33分であります。もうね、令和元年というのもあと6日間ということで、令和2年って言わなきゃいけないんですよね、来年の、 6日後には。で、今回はですね、裁判に負けてもお金を支払わなくても OK という動画を作っていきたいと思います。まずですね、このように NHK から取り下げ書というのが届いております。12月19日付ですので、今から6日ほど前なんですが、債権、申し立て債権者日本放送協会上記在理人、木川何がしという弁護士ともう一人、債権者日本放送協会、これ NHK のことです。債務者立花隆、で第三債務者株式会社みずほ銀行（大阪中央支店）で、これどういうことか、中にどういうこれ意味がね、で、取り立てた分は除いて上記当事者間の債権差し押さえ命令申し立てはこれを取り下げます。つまり NHK は立花から裁判を買った分、立花に裁判を買った、僕が負けた分ももちろんあるんですね。立花が負けた分に関して僕はお金を払っていなかったところ、裁判所が、NHK は裁判所を通じてですね、東京地方裁判所を通じて第三債務者、僕が預貯金をしていると口座を持っている株式会社みずほ銀行の大阪中央支店に、立花の口座に入っている金を NHK に回せっていう、そういう申し立てを裁判所にしたわけですね。ところが僕は賢いのでみずほ銀行にそんなお金を置いてなかったんです。大したお金置いてなかったんですね。その大したお金を置いてなかったために、NHK は130万円払えと、言ってきたんですけども、ちょっとだけ取って、すでに取り立てた分を除いて取り下げます。つまりですね、NHK とみずほ銀行がガチガチにつながっていることをもう僕は当然これまでも言い続けていた通りなので、みずほ銀行にお金を置いていると持っていかれるということで、みずほ銀行に対してお金を置いてなかったんですね。だから NHK のこの裁判に立花に勝った後もですね、僕の口座からお金を集めることに失敗した、取り下げるっていう書類なんです、これ。でね、この YouTube を一番見ていただければ分かるんですが、これ橋本徹さんとひろゆきさん2チャンネルね、ひろゆき不在でも論破、賠償金5億円仕方について橋本徹が解説という、この動画をね、ぜひ見ていただければ分かるんですが、この西村博之さんという方は裁判で5億円負けてるんですけども、それを全く仕方してるんですけども、それは橋本徹弁護士は、全く問題がないということを解説している、そういう動画というか音声なんですね。で、これ相当前なんですけども、今も橋本徹さんとこのひろゆきさん仲良くやってますよね。よく橋本さんの番組にひろゆきさん出てますけども、つまり裁判に負けたお金っていうのは払わなくても全く問題ないですよ。もうこれだけ。ただ住宅ローンを組んでですね、お金を、住宅ローンを組んでる人は、裁判に負けると素直に払った方がいいと思います。というのは、住宅ローンを組んでる人は、これ本当に弱い立場で、大体住宅ローンを組んでる人ってサラリーマンなんですよね。で、サラリーマンの人って結局住宅を NHK に住所ばれてるから、登記簿、法務局で登記簿上げると、どの銀行からお金借りてるって全部バレちゃうんですよね。で、特にマンション買ってると、そのマンションの監督している区域内の支店ということで、銀行の名前と支店名を特定すると差し押さえっていうのはできるので、で、もしこのように残高不足であえて引き落としできないとなると、銀行側がマンションを差し押さえてくるっていう、ちょっとややこしい、いわゆるマンションのローンを全部解除とかいう、大体条項がついてるので、マンションを
ローンを組んで借りてる人は裁判に負けたら払った方がいいと思うんですけど、それ以外の方も払わなくても全く OK です。で、あの受信料裁判で負けてる方で、まあ今2019年ですよね。だから最初に NHK と裁判した方がこれ辺ちょうど10年目をもう迎えている状態で、裁判の負けにも実は時効があります。裁判負けて10年以上経ってしまうとこれは時効になります。だから、NHK 裁判僕がお手伝いしてきたのは2010年11年ぐらいからなんですが、そろそろ NHK に負けてるにもかかわらず、裁判負けてるのに強制執行できずに、回収できなかった人がこれどれぐらいいると思います？ちなみに NHK ね、裁判勝っても取り立てができない、つまりお金の回収ができない人ってどれぐらいいるかっていうとね、これね半分ぐらい実は回収できてないんですよ。半分ぐらい。いや、そりゃそうですよ。普通はね、人にお金を貸すときには会社従業員かどうか調べるでしょう。クレジットカードとかでも、ちゃんと会社のねどこどこ株式会社で働いてるとかって書かせて、会社に電話してその人がちゃんと働いてるって確認してからクレジットカードなんか発行しますから、最悪はその会社のいわゆる給料の差し押さえとかできるんですけど、 NHK の場合はその契約者の会社とか生年月日とかそういうのもやらせてないわけですよね。その出してないから、契約の時にそれを聞いてないから、口座を突き止めるのも結構大変なんですよね。もちろん職場を突き止めるのも大変だから、裁判勝ったけども紙切れになるっていうパターンが実は半分ぐらいなんです。で、このひろゆきさんというこんなお金持ちでも5億円踏み倒してるっていうことを皆さんぜひ知ってほしいんですよ。ひろゆきさんは裁判に負けたお金を踏み倒している。その理由はなんか死刑にならないからとか、ルールで決められたことでルールで対抗してるから問題ないということをひろゆきさんはおっしゃってます。だからこれは罪にも何もなりません。裁判に負けたお金を払わなくても、もちろん犯罪や前科とかありません。だからライセンスですね、資格を失ったりとか、何か日常生活において弊害が出るっていうことはないんですよ。で、唯一あるとしたら、僕がこの間クレジットカードが止まったと言ったんですが、これが止まるぐらいです。みずほ銀行の、で作っている引き落とししてるやつかなのクレジットカードが使えなくなったと、こういう程度です。だから全然ね、そういうのって裁判負けてもお金払っても全然大丈夫だということです。で、特に危険なのはこの今回ね、みずほ銀行、これね、本当みずほ銀行って NHK と本当に親密な関係で、今回ね、次の来月 NHK の新しい会長になるんですが、みずほ銀行の元社長で元会長の人が NHK の会長になると。で、今ね、個人情報とかそういう外部に漏らしちゃいけない情報が簡単に漏れますよね。っていうのは、官報生命保険課の鈴木さんというですね、副社長が総務省の事務次官の、同じく鈴木さんという事務次官から、処分の内容を聞いてたと。いやいや、ダメでしょうと。どうして総務省が監督しなきゃいけない郵政のね、その官報の副社長に、いや、あなたの処分を今こう決めててこうですとかって言っちゃダメでしょう。でも、あの事件を見てもらったら分かる通り、平気で情報のやり取りをするんですよ。で、NHK の内部でも平気で本来やっちゃいけない情報が、溢れて、やり取りしてるんです。で、何回か僕これ言ってると思うんですけど、草薙剛さんが、いわゆる事件を、まあどの事件か大体明言しませんけども、いわゆる犯罪を犯した時に NHK と草薙剛さんは受信契約をしてるわけです。受信料の支払い契約。そうすると NHK の記者が NHK のその、いわゆる受信料の端末から草薙剛の住所を調べてそこに取材に行くわけですね。これダメなんですよ、本当は。で、今 NHK から新たに、これ別の書類ですけども、このように訴えられています。
仮処分申し立て書ということで、12月17日に東京地裁の方に、知的財産のところで訴えられていてですね、要はなんかこの情報を開示してはならないと、こういうですね訴えが起こされていてですね、まあ僕の動画見ていただいている方よくわかりだと思うんですが、私が、まあ不正にじゃないですよ、合法に入手したんです。NHK が契約している下請け会社の社員から見せてあげるって言われて、 NHK の持っている個人情報を僕が入手している状態、それを公にしないでくれという、まあ、裁判なんですね。で、もうね、わかるでしょ皆さん、あの NHK ってもうね暴力団そのものなんですよこれ。で、僕が言ってたらNHK は暴力団、立花だけが言ってるんだったらこれね、いやそれじゃないでしょってなるんですけど、このように NHK は暴力団と一緒、日本郵政副社長鈴木副社長が言ってるんですよ。これ何も立花が言ってるんじゃなくて、元総務省のエリート官僚だった、鈴木さんというですね、今郵便局の幹部かなの副社長の方が NHK は暴力団と一緒ってこれ公の場で発言しているんですよ。でそれ未だに撤回してないですよね。これはね、本当に NHK って暴力団と一緒ですから。 NHK が大相撲の中継をやめないのも未だ相撲協会経由で暴力団にお金が流れているから。年末の紅白歌合戦も NHK の受信料が紅白歌合戦の出場歌手を経由して暴力団に流れてるわけですよ。だからいつまでたっても NHK は相撲の中継もやめれないし、紅白歌合戦の出場歌手を皆さんから聞かないんですよ。アンケートやそのファン投票を行わないんですよね。暴力団から推薦のあった人を紅白に出場させるっていうことが今が平気でまかり通っていると。で、僕のような元国会議員がNHK は暴力団とつながってる、 NHK は暴力団とつながってる、 NHK は反社会勢力に業務を委託してるんだっていうことを YouTube で言ったり、 NHK の会長の家の前で大声で言ったりね、 NHK の営業センターの前で言っても僕に対して何もしてこないでしょ。このように NHK は立花が何か問題があるいはすぐに裁判をしてくるんですよ。ところが僕に対して NHK が反社会勢力とつながってるとか暴力団とつながってるって言っても未だ何もしてこない。つまりこれ NHK は自ら暴力団であることを認めているわけですよ、間接的にね。認めてないんだったら普通の会社は思いますよ。元 NHK の職員にね、いや元社員にうちの会社は暴力団なんだって言われたらね、それはもう暴力団の烙印をされたら銀行との取り引きもできなくなっちゃうから、そんなこと言うのは名誉毀損だって会社は訴えるでしょ。でも僕は訴えられてないですよ、事実だからですよ。ということで立花の言ってることは非常に過激である、そういう自覚はありますけども、裁判に負けてもお金を払わなくても OK、 これは僕がやってるだけじゃなくて5億円というお金を払ってない西村博之さんもやっていて、それを橋下徹さんはテレビの番組で仕方がないという、まあそれは合法というかね、認めざるを得ないということを言っています。でその橋下徹さんと西村博之さんは今も仲良く番組に出演していると、共演しているということ。そしてみずほ銀行は簡単にですね個人情報を NHK に渡しているという可能性は簡単にとか渡していると思われます。みずほ銀行と NHK は仲良しだからです。で、みずほ銀行のこの間まで社長をしてた人が今度は NHK の会長になるということなので、まあ、みずほ銀行にお金を預貯金を置いてるとですね、犯罪集団 NHK にいつの間にか持っていかれるという可能性もゼロではありませんので、できればもう僕はもうみずほ銀行との付き合いは基本的にはやめます。みずほ銀行に残金をね置くということはしませんので、口座としてはしばらく持ち続けようと思ってますけども、みずほ銀行からのお金は、別の銀行にね、移し替えようと、まあうちの党としても一切、党や会社はみずほ銀行とはお付き合いしておりません。個人の立花としてみずほ銀行さんとお付き合いしていますが、もうみずほ銀行の会長が NHK に行くということなので、
口座だけは便宜上ちょっと残すとは思いますけども、みそ銀行には残金を残さないということで、皆さんもみそ銀行からですね、 NHK が嫌いな方は NHK と仲良しなみそ銀行からお金を抜いておいた方がいいんじゃないかなと思っております。以上です。元国会議員 YouTuber が NHK をぶっ壊す。